ソロンはインドネシアにパプア州にある都市。自然豊かなラジャンパット諸島への玄関口となっている他方、インドネシア東部で産出される石油や天然ガスの物流拠点にもなっている都市である。ソロン県とのみ境界を接している。2010年頃から人口が大幅に増加しているが、ドベライ半島内の他都市と陸路でつながると、さらなる人口増加が見込まれている。 2010年の人口は国勢調査によれば19万625人であったが2014年1月の推計では21万9958人となっている。ドミニク・エドワード遅即空港が所在している。ソロンの名はソランという単語に由来しており、この単語は美略語で深くそして波打つ海を意味している。この名前が初めて用いられたのは ビアクヌウンホル人によってであり、彼らがラジャーンパット諸島に定住する前のことであった。彼らがダラタン・マラドムと呼ばれていた、この地にたどり着いた時にソランと呼び始めたのがその始まりである。その後数世紀にわたって、中国の商人や欧州の宣教者、現在のマルク州やサンギエ、タラウド諸島の人々と接触し、名前は現在のソロンへと変わっていった。ソロンは、 ケッペンの気候区分では熱帯雨林気候に属し年間を通じて寒気は存在しない。最も湿潤なのは6月で373ミ、mm、リメートルほどの降水が見られ、最も乾燥している2月でも180ミリメートルほどの降水が見られる。大雨は門数によってもたらされている。気温は年間を通じてほぼ一定で、最も暖かい月と最も寒い月の差はわずかに。 摂氏1.2度ほどの差である。最も暖かいのは11月で平均摂氏27.8度、最も寒いのは7月で平均摂氏26.6度。ソロンにはコンテナ港が建設されており、年間取扱い量は50万 TEU である。建設費用は8000億ルピアで、2012年始めから2013年半ばにかけて建設された。 ソロンには6つの結果名店と呼ばれる開業制区画が存在している。人口は2010年国勢調査による。ありがとうございます。